皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はダイエットを始める前にやっていただきたいこと上級編を3つご紹介させていただきたいと思います。まあ、これまでね、初級編、中級編とね、紹介をしてきました。まあ、中級編のおさらいをさせていただきますと、まあ、脂っこい料理をなるべく控えていただく。で、間食の時は、なるべくですね、油だけでなく、砂糖も多く使っているようなものは控えていただく。で、まあ、アイスもね、あまり砂糖を多く使っているようなアイスは控えていただく。カロリーの高めのものは控えていただく。そして最後3つ目に、毎日1分でも2分でも構いませんので、どんな運動でもいいのでしっかり運動を続けてくださいねというお話をさせていただきました。ここから上級編に入るので、正直ね、この上級編の生活習慣っていうのは結構難しいです。ただこれができればダイエットはまあ 80% 成功したも同然かなと言えるぐらいの、それぐらいのいい生活習慣ですねを身につけることができますので、まだまだね、そのカロリーがどうとかね、タンパク質がどうとか、そういう難しい話は出てきません。それでもダイエット成功するかどうかの 80% を占めるんじゃないかと、 VIP トレーナーだった私が考えるぐらいに大事なポイントですので、ダイエットしたいなと、自分を変えたいなと思っている方はぜひね、チャレンジしてみてください。まず1つ目、毎食汁物と野菜を加えていただく。一汁一菜と言ったりしますけども、やっぱりね、汁物とか野菜を食べていただくっていうのはすごい大事ですね。これは摂取カロリーを減らして痩せやすくするのはもちろんなんですけども、健康のためにもね、非常に大事なことになります。特にこれから寒くなってきますので、汁物で体をしっかり温めてあげる、しっかり体がね、正常に動くような状態を作ってあげるというのももちろんですし、まあ、汁物っていろんな具材を入れることができます。まあ、お鍋とかでしたら汁物、まあ、カウントしていただいていいと思います。野菜もたくさん取れますし、いろんなね、美味しい具材も入れてね、美味しく食べることもできますので、まあ、あとは定番ですけども、お味噌汁ね、頑張って作って朝飲んでいただくとかね、まあ、コンビニでね、今ね、野菜サラダなんかも簡単に買える時代ですので、ちょっと意識をしてね、野菜をね、毎食加えていただく。これができるとダイエットのための食事管理っていうのが本当にやりやすくなるので、これがね、できるように頑張ってやっていただきたいなと思っております。まあ、逆を言うとね、この程度もできないんであれば、そのカロリーがどうとかね、タンパク質の量がどうとかね、そういう話をしても多分途中で挫折しちゃうだろうなという感じでもあるので、頑張ってね、汁物とまあ野菜を食事に加えていくっていうことは意識をしてチャレンジしていただきたいなと思っております。そして2つ目なんですけども、今度はもう間食そのものをやめてしまう。頑張ってもう間食やめましょう、ここまで来たらというところにあります。まあ、とはいえね、やっぱり食べ物がね、あるとどうしても手が伸びちゃう、食べてしまう、そういう方いらっしゃると思うんですけども、大体ですね、そうやってついつい食べちゃう方に共通しているのって、家にね、必ずお菓子とかね、間食になるものがストックされてるんですよ。なので、間食したくなかったら、もうそういうものをもうそもそも家に置かない。もう目に入らない環境を作っておいてください。実家暮らしの方とかだったらちょっと難しいかもしれないんですけども、一人暮らしの方だったらもう簡単にできると思います。買わなければいいだけの話なんで。で、お店に入るときは必ず買わなければいけないものをメモしておいてください。スマホにね、メモするでもいいですし、紙にメモするでもいいんですけども、買わなきゃいけないものをメモしておいて、そのメモにあるものだけ買ってください。このお菓子美味しそうだなとか思うかもしれないんですけども、ちゃんとメモにある本当に必要なものだけ買うっていう風に決めておけば、案外ね、そういうものって手に取らずに済むものなんですね。そういうことをせずに頭の中でね、あ、これ買わなきゃな、あれ買わなきゃな、あれどうだったかな、これはどうだったかなっていう風に考えながら、ぼやっとした状態で買い出しに行ってしまうと、やっぱりついついね、あ、これもあれもってなって、必要でないものまで手に取ってしまうので、その流れでやっぱりついついね、間食になるものも取ってしまいがちになるので、買い出しに行くときはもう必要なものだけメモしておいて、それだけ買うというふうにしていただくと、間食になるようなものは
ね、身の回りに置いてしまう、そういう環境を作らずに済むようになりますので、ちょっと小技も駆使しながら間食をなるべくやめる、そういう習慣を身につけていただきたいなと。そして最後3つ目なんですけども、中級編ではね、どんな種類の運動でもいいと言いましたけども、今度はもう自宅のね、自重トレーニングで構いませんので、筋トレやってみてください。まあこれもね、どんな種目でもいいので、なるべく毎日続けていただきたいなと思います。筋トレをするという習慣をね、つけていただく。運動する習慣がついたら、じゃあ次は筋トレをする習慣にレベルアップさせましょうという話です。自宅でのトレーニングでしたら、まあ自重のスクワットとかね、腕立て伏せとか腹筋とかもそんなもんでいいです。スクワット10回3セット、腕立て10回3セット、腹筋10回3セット、これを毎日やるとかですね。女性もムキムキになったりはしませんのでね、安心してください。簡単な自重トレーニングで構いませんので、筋トレを毎日続けていくというね、習慣を身につけていただきたいなと思っております。はい、ということで今回はね、ダイエットを始める前にやっていただきたいこと3つ、上級編ということでご紹介させていただきました。毎日の食事の中に汁物と野菜を加えていただく、間食をなるべくやめていただく、そして毎日筋トレをしていただく、これができれば、じゃあダイエットしていきましょうかっていう風にね、なった時にもう 80% は成功するんじゃないかなと思います。それぐらい大事な生活習慣ですので、頑張ってね、身につけていただければなと思います。他にも何かね、質問したいことがあればね、コメント欄に書き込んでいただければなと思いますので、遠慮なく書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。